皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回ご紹介するのは坪井栄の24の瞳という作品です。この作品の簡単な紹介なんですけども、瀬戸内海の小さな島に師範学校出たての女先生が赴任してきて、最初の教え子である12人の生徒と先生の交流を描いた物語になっています。24っていうのは12人の、目が2つあるので24の瞳ということですね。で、舞台となった土野商工には主人公たちのブロンズ像が今も立っています。あらすじなんですけど、瀬戸内海に浮かぶ小さな島の突端にある小学校に師範学校を卒業したばかりの大石先生がやってくる。当時としては珍しい様相で、自転車に乗った女性教師の姿に島の大人たちは顔をしかめるが、大石は頓着しない。受け持った1年生12人との楽しい日々が始まる。しかし、そんな小学校にも時代の暗い影が忍び寄る。ある生徒は戦争に取られ、ある生徒は夜の街に姿を消し、先生も、戦争が終わると未亡人になっていた。24の瞳は香川県、小豆島出身の作家坪井栄が1952年に雑誌ニューエイジに発表した小説である。1954年に、木下圭介監督、高峰秀子主演で映画化された24の瞳は多くの人の涙を誘った名作とされています。結構その感動する作品ですので、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。